皆さん、こんにちは、マーティン。ダーのミャクーバー、キングとケース。大英、ヤクルト、近鉄、巨人、4球団は取り上げてた田畑和也さん。まず、大英に移籍した時には、何年目か分かりませんが、富山県で、勝利を飾ったそうです。初の。本当にすごいピッチャーでございます。はい。ヤクルトでは、野村再生工場の一人であり、古田敦也さんと共に、最優秀バッテリー賞を獲得したそうでございます。本当にストレート、変化球、キレのある、抜群のピッチャーでございます。優勝にも何より貢献したことが一番でございます。 その後、近鉄にし知地は1年で棒に振り、2001年巨人でリーフ、適用し、2002年肩の痛みが限界で引退となりました。その後はコーチとして活躍したそうです。以上です。バイバイ。